8回のラジオイエーイ。さあ今週も始まりました。8回の西口とコンポンと、はあ、冷静になれよミヤミーゴね。え、待てということ、犯人はあいつだ。どうも、青春アミーゴの歌詞で謎が解けた探偵です。お願いします。そのわらべ歌みたいな。お願いします。代々継がれてるやつじゃないからね。おばあちゃんが歌う青春アミーゴ。謎が解けた探偵です。マリつきながらお願いします。多いんだよ ね、 ね、はい、というわけで、まあ、今週あったことを、まあ、基本的に話していくということで、はい、今週はね、まあ、ピコピコハンマークラブがねあったということで。ありましたね。先月ですか、うん、先月あったということで、うん、特別編って感じかな。そうですね、うん、特別編。いや楽しかったね、あれね。めっちゃ楽しかったですね。なんかピコピコハンマークラブってもね、毎月やってるユニットだけど、はい、なんか対決ライブみたいな感じだったよね。普段は普通にやってるんですよ。そうそう、普段はユニットでやってるけど、うん、その先月がそのピコピコハンマークラブ対バロックワークスの、すごいことやってるよ。本当に楽しかったですね。すごかったよね。ね、ワンピースのね、うん、アラバスタ編の、アラバスタ編に出てきた男女がね、うん、一組でやってる。そう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 、クロコダイルの、おかしいクロコダイルの物価作ってる会社のね、まあ悪いやつらですよ。悪いやつら対ピコピコハンマー、いいやつです。そうそうそう、倒そうっていう。いや、そのフライヤーもさ、すごかったな。あのアラバスタ編の最後のさ、大砲の前でピコハンたちが腕組んで並んでるやつと、マルコアクスが腕組んで並んでるフライヤーになったら、うん、かっこいいよねあれ。あれは良かった。粋だよね。うん、あれは良かったね。一応だから、うん、船長的な場所にいたのが、うん、身もての駒込くん、あのクロコダイル一番手前に、そう、ね、クロコダイルと睨み合った。そうだね。駒込くん。そう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 。かっこよかったね。でまあ現ニコロビン、まあ、オールサンデーの位置にいたのが、その人間横丁のベータさん。ニコロビンもいるだろ、バロックワークスの時は。ベータさんも向こうにいたっけ？ベータさんもいた。ベータさんが向こうに行っちゃった。ベータさんは向こう側で最初やって、うん、山田くんだけこっちにいたのって感じで。ああ、いた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 。これもなんかね、ワンピース知ってるからこそ。クロコダイルとベータさんがペアだったってことになるね。じゃあそうね。すごかったね。すごかった。まあ来てくれてね、バロックワークスに。だからそうね。阿佐ヶ谷プロットでね。来てくれて、そう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 、バロックワークスも阿佐ヶ谷プロット初めてだったよ、ね。そう、言ってた言ってた。うん、その一番意外と最初に来たのはミスター3さんだったんですよ。さんがね、早かった早かった、うん、来てくれて、ここは家かねって最初思うからね。最初ね、うん、プロット行くとあれここ家かなって思うけど、いやここ上がこうやってます、うん、ミスター1があの阿佐ヶ谷プロットの階段のところにこうやって腰掛けて下向いてましたそうね、ゾロに負けた後だったからね。そう、うん、大体ね、あのあそこに座って待ってる人もいますからね。いやそうね、いや楽しかったね。でも楽しかった、うん、すごかったね。まあ、まずネタ対決みたいなのやって、うん、初戦がね、トップバッターが、トップバッター誰だったっけ。こっちがニュートンさんだったかな。そうね、まあニュートンさんと負けてらんないからね、うん、強いのニュートンさんと、うん、あれだ、あのホジホジの実のミスターファイブとなんだっけあいつ、ミス、ね、キロのみのね、そう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 、バレンタインかな、バレンタインだ、ミスバレンタインがね、やってたよね。すごかったね。でもやっぱり漫才で受けなくなったらやっぱ爆破するんだねちょっと焦って、あれすごかったね。最初漫才でちゃんとやってコント漫才から入ってって、うん、そう、受けなくなって焦って爆破させて、うん、より滑ってたね、やっぱ危ねえし滑ってたね、うん、つかみ好きだったけどね、そのミスバレンタインがキャハハハハって出てきて、どうもって言って、今日のお客さん重いんじゃない、いや重いのお前だろどうもって最初にちょっと受けてたよね。そう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 、本読んでるってかね、単行本読んでる人、うん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 、読んでたんですよね。やっぱちょっと焦りすぎかな。でもあの受けてないことに対して早かったから、いやまあその重い軽いにすごいちょっと早すぎた反応が、やっぱそのね、お笑いはまた素人だからね、さすがにちょっと振ってダメだった時に、あれみたいな感じになる、顔が早かったから、いやーちょっとねさすがにね、そういうの出ちゃいますよね、うん、やっぱやってない、まあ、初戦はやっぱニュートンさんがやっぱ勝ったよな、うん、勝ってますね、うん、その次いいよな、うん、その次高田ポルコさんが袖でそのキャンドル付けにされてもう出てこないからあれひどかったあれずるいよな、あんなことされたらね、うん、どうしようもないよな。ポルコさんがキャンドルのなんか顔気みたいなやつに入れてもう硬直状態な
どうするってなってね、どうするってなってたよな、うん、フリップもめくれないしね。そうバロックワークスのこと忘れてたね、こっちも。いや、それを使われるっていうのが袖でそんなことなると思ってなかったから。確かにみたいな。そう思って、しかもあのさ、うん、そのミスター3の相方のさ、うん、いるじゃん、あの絵描きのさ、 あの子がさあいつがさ、気分のやつらみたいなやつ、ね、そうそう、あいつがお客さんの背中に全員黄色描いてさ、いや全員笑わせて、ね、みんな笑わせてたよな。すごい、やっぱ仕事プロだよね。いやあれはもうなんかでも悔しかった、お笑いじゃないからね、うん、あれは、うん、でも太刀打ちできないけど、うん、笑ってるからなって感じ、まあね、お客さんも、まあ、ここはもう仕方ないよな、楽しそうだったからいやあれはまあ負け、一勝一敗で、うん、一勝一敗。そうだね、次がだからあれでしょ、おミルクさんでしょ、うん、おミルクさんが、うん、まあ普通に漫才やってめっちゃウケて、うん、その相手がそのボンクレーミスターズ、いややばかったね、ボンクレーさんが、まあでも結局なんかそのなんか歌ネタとかリズムネタやるんだろうと思った、うん、思った、マジで松本クラブさんみたいなことやってる、はい、見てないね。いやすごい、いやでもすごい、変身しなかった、結局なんかそれ街みたいな感じやった。そういや街でしないっていうそのかっこよさがあった、うん、あの人は。いやでもなんか雰囲気つくのめっちゃうまかったですね、意外と。いやうまかったね、意外とやってたのかな、うん、なんかでもあれだよ、その、うん、気づいた、その最後ジョジョアンだったじゃん、そのカラスの、うん、カラスが鳴く声と共にジョジョアンだったじゃん、はいはいはい、ボンクレさんのうち、はい、で最後ちょっとだけ見た、うん、見てない見てない、あ見てない、うん、最後一瞬だけ顔マジで見えるか見えないかぐらいでポンって触って、うん、あのケーブルの小島さんの顔になってる、接触してるってこと、そう接触で見学とか行って触った触ったってこと、それかわいいわねみたいな。その後期に、うん、そうボンクレさんさ暗転で真っ暗になった時に、うん、シュウセイさんニュートンズのが、そのサッチ殺して闇闇の実奪ってみたんだ、あれ本当なのかなシュウセイさんが真っ暗の時にあの白ひげおいおいおいサッチを殺して闇闇闇奪って食ったのをちょっと見たの。いやそれ、白ひげ海賊団にいた頃の黒ひげのことしてたのみたいなことを。やば、修正さんやってサッチがいたってこと、いや客席に、客席に、客席かな、違う学挨拶かな、分かんない、どっちか、学挨拶か、あ招待でってこと、招待で、いやちょっと見たい、ちょっと見たい、やば、マジか、呼んだのかな修正さん、もしかしてその説も、あ呼んで、だから定かじゃない、奪うためにってこと、うん、じゃあ今闇闇持ってるってことか。いやでもうかつには言えないか、言えないか、なんでさっき家に置いてこなかったの闇闇に、そんな大切なもんさ、逆に家に置いたらそれこそ防犯面で、いやカロリーメイトみたいなこと、そうお腹空いた時にってそう食べるわけじゃなくて、さっきも阿佐ヶ谷のアパートに住んでるから全然危ないんだ、うん、なんかビーブルとかに取られる可能性があるから、だからそれで闇闇の実でプロットが闇に飲まれて終わっちゃったよ、はい、そうということで次回が CP9 とそうね、やるということでソルで移動してくる、ね、頑張りましょうお願いします、お願いします、ありがとうございました。